ジャン一世、ブルゴーニュ公、ジャン一世、仁愛、1371年5月28日から1419年9月10日は、ヴァロワ=ブルゴーニュ家の第二代ブルゴーニュ公、在位、1404年から1419年。ムコワ公あるいは、昔国公、サンズパー・サンプールと呼ばれる。フィリップ二世、ゴータン公とフランドル女伯マルグリット三世の長男。ブルゴーニュ公爵夫妻の第一子、長男として生まれた。次帝アントワーヌは、ブラバント公、マッテイ・フィリップは、ヌベール伯及びルテル伯である。妹マルグリットは、シモバエルン=シュトラウビング公、エノー伯、ホラント伯、ゼーラント伯ヴィルヘルム2世と結婚、後述、二人の妹カトリーヌは、オーストリア公、レオポルト4世に、マリーは、サヴォイア伯アメデオ8世、対立教皇フェリクス5世にそれぞれ嫁いだ。1385年に、シモバエルン=シュトラウビング公、エノー伯、ホラント伯、ゼーラント伯アルブレヒト一世の娘マルグリット・ド・バビエールと結婚した、カンブレイ二重結婚。同時に、マルグリットの弟ヴィルヘルムと、ムコワ公の妹マルグリットも、結婚、二重結婚を通して、ヴァロワ=ブルゴーニュ家は北方に進出する、足がかりを得た。1396年に、ハンガリー王ジギスムント、後の神聖ローマ皇帝による対オスマン帝国の十字軍に、参加し、ニコポリスの戦いの大敗により、捕虜となったが、その勇猛さ、あるいは軽率な向水さから、ムコワと、あだ名されるようになった。父が20万フローリンに上る莫大な身代金を払ったため釈放。帰国後は、父の意向で、長女マルグリットと、長男イリップ、後のフィリップ3世、全領公を、フランス王太子ルイと、姉ミシェルと婚約させ、さらなる二重結婚で、フランス王家とも縁組を結んだが、ムコワ公本人は、ヌベールで、統治のため在住しており帝とはあまり縁がなかった。1404年に死去した父の後を継いで、ブルゴーニュ公となると、フランスで、王妃、イザボーと結んで政権を支配する、いとこのオルレアン公ルイと対立、翌1405年3月に母も亡くなり、フランドル伯となり、リへ行くことを決めた。折しも6月にカレーを包囲したもののフランス政府が援助を断ったことを機に、8月に新従令を取ることを名目に軍勢を連れて、アラスからパリへ向かい、イザボーとオルレアン公はムラニへ逃亡、二人から王太子を奪い取ったムコワ公は10月にオルレアン公と和睦したが、結果としてパリでオルレアン公と並ぶ権力者にのし上がった。その際、オルレアン公と政府の腐敗政治を攻撃して、政治改革を標榜し、パリ市民の支持を得て歓迎された。以後ムコワ公は、政府の攻撃と改革を旗印に、パリ市民を味方につけ、合わせて、軍を動かし圧力をかける手法を活用していくことになる。1407年に巻き返しを図った、オルレアン公を暗殺、フランドルへ逃亡したが、政府が自分の勢力を恐れて、本格的に追求してこないことに気づいたムコワ公は、翌1408年2月末にパリへ戻り、3月の公開弁論で、オルレアン公こそが反逆者で、自分の行為は正当防衛だと、自己弁護を押し通して、国王シャルル6世からの赦免を勝ち取る。1409年には、オルレアン公の息子で、行為を継いだシャルルと和睦、王太子の後見人に収まり政府の実権を握った。その間、ムコワ公は1408年7月に、ネーデルラントへ遠征、義弟にあたるバイエルン公権、エノー伯ヴィルヘルム2世の弟である、リエージュ司教ヨハンとリエージュ市民が対立し市民の反乱が勃発、9月までに、ムコワ公は反乱を鎮圧して10月にパリへ戻った。留守中のパリは、イザボーらオルレアン派が反撃を考えていたが、ブルゴーニュ軍が来ると、必則、1409年の和睦まで目立った動きはなかった。しかし、ムコワ公の強引な権力掌握に納得いかない、オルレアン公は、復讐を誓い、舅である、アルマニャック伯ベルナール7世やベリー公、ジャン1世などを頼り、1410年に、アルマニャック派を結成しブルゴーニュ派に対抗、翌1411年7月に武力衝突となり、両派の対立が激化した。両派はパリの支配とシャルル6世、イザボー、王太子を奪い合ったが、イングランドの支援を取り付けたムコア公が、同年10月にパリを奪いアルマニャック派を反逆者にする、シャルル6世の命令も引き出して主導権を握った。しかし1412年5月にイングランドとアルマニャック派の同盟が結ばれ、ブルゴーニュ派は手を切られ、8月に一転してブルゴーニュ派とアルマニャック派が一時的に和睦したため、イングランドが縁を折られた。1413年4月末にブルゴーニュ派の屠殺業者、シモン・ル・クートリエとパリ大学のピエール・コーションが、パリ市民を扇動して暴動を起こすと、虐殺に反発した国王、王太子がアルマニャック派に救援を求め、8月にカボシュ、コーションらは、追放、市民の統制に失敗したムコア公も、フランドルへ退去した。この隙に、パリを制圧したアルマニャック派が、コンピエーニュ・ソワソンなどブルゴーニュ派の都市を陥落させたが、イングランドとムコア公の結びつきを恐れブルゴーニュ派とアルマニャック派は114年9月に、アラスで再度和睦した。内乱の最中に、両派は再び、イングランドに接近したが、アラスの和睦で、イングランド援助の必要がなくなったため交渉は、消滅、拉致が開かないと見たイングランド王ヘンリー5世は1415年8月に、内乱を好機と捉え100年戦争を再開、フランスへ侵攻してきた。アルマニャック派を中心とするフランス軍は10月25日に、アジャンクールの戦いで大敗し、フランスは一層混乱に陥った。ムコア公はアルマニャック派へ、援軍提供を申し込んだが拒否されたため軍を領の防衛に止めたが、二人の弟アントワーヌとフィリップはアルマニャック派に加わりアジャンクールの戦いで戦死している。戦後に王太子とベリー公も死亡したが、アルマニャック伯がパリで政権を保っていたためムコア公はパリ奪回を伺った。新しい王太子にルイの弟ジャンが立てられ、ムコア公の名ジャクリーヌ・ド・エノーを妻にしていたことから、ジャンと触れを図ったが、1417年4月に創生したため振り出しに戻った。イングランドはフランス侵略を進めながら、ムコア公へ接触するが、ムコア公の動きは曖昧で、わかりづらくなっていく。1416年10月に会見したヘンリー5世とムコア公が取り付けた秘密交渉で、ムコア公はヘンリー5世のフランス王位継承権を認め、極秘援助も約束したが、シャルル6世に反抗せず表立って、宮廷と敵対しない道を選んだからである。しかしアルマニャック派との対立は継続しパリの様子を眺めたが、1417年にアルマニャック派と対立してパリを退去したイザボーを11月に保護、トロワで彼女を擁立した政権を樹立した。1418年にアルマニャック伯がパリのボートに暗殺され、ブルゴーニュ派の軍がパリへ入城。以降ブルゴーニュ派がパリと王を支配するようになった。しかし、両派の対立により、イングランドに対し有効な手を打てず、ノルマンディを征服される結果となった。このため1419年に、王太子、シャルル、後のシャルル7世と、ムコア公はイングランドにして共闘すべく和解の交渉を行ったが、交渉の場であるでムコア公は12年前のオルレアン公、ルイ暗殺に対する復讐として、王太子の支持者により暗殺された。事件の詳しい内容は、現在も分かっておらず、アルマニャック派の計画的な犯行だったのか、小競り合いから殺人へと至ったのか、諸説ありはっきりしない。これにより、後を継いだ長男のフィリップ3世は、イングランドと公式に同盟を結んで王太子と敵対し、ヘンリー5世のイングランド・フランス20王国へと道を開くことになる。ムコア公はフランスでの地盤確保は最終的に失敗したが、ネーデルラントでは着実に布石を打ち、1408年のリエージュ、反乱鎮圧を機に介入を深め、おいで、アントワーヌのイジジャン4世とジャクリーを結婚させの、コラントゼーラント伯領の継承権を握った。死去直前の1419年2月に、皇位相続前のフィリップ3世がジャクリーヌと文書を交わし、将来は、バロワ=ブルゴーニュ家が伯領を継ぐことを明文化した。リエージュもブルゴーニュの保護領となり、ムコア湖の下でネーデルラントの一体化と相続が進められていった。妻マルグリットとの間に1男7女計8人の子女を設けた。愛称マルハレータ・ファン・ボルセレンとの間に、ギー、アントワーヌ、フィリポットの2男1女の諸子を設けた。愛称、アニエス・ド・クロイとの間に、諸子ジャン・ド・ブルゴーニュ、1480年没、カンブレー司教を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。